じゃあ、次の曲を聴いてね、恋のなんか、そうですね。何でしたっけ、恋の、なんだっけあれ、セオリーってなんて言うんでしたっけ、日本語で。理論、理論、理論、理論を勉強してください。はい。それでは次の曲聴いてください。バニラビーンズで、恋のセオリー。理論、理論。あ、ボードレッド。ただいま、れなちゃんが、あれ忘れた恋のセオリーを歌って踊ってまーす。思い出してね、れなちゃん。手のひらと、あの優しさ。複雑な日々、抜け出せるヒントなの。見に来てくださってお客さんも。気まずいまま、バイバイしたり。ちょっと踊ってくれてます。ありがとう。ちょっと踊ってくれてます。シャミがいっぱい来るんですよ、この画面を撮った。おお。なんか普通の顔、なんか髪が晴れてますよ、忙しい。本当だ、晴れてる。あきほー、妹あきほって言うんですよ。よろしくお願いします。傘でかい。お送りした曲はバニラビーンズで恋のセオリー。バニラビーンズのラブ&ヘイト、そろそろお別れの時間になりました、うん。ここでバニラビーンズの今後の予定をお知らせしたいと思います、まず10月28日に、私たち初の DVD が発売になりました。ありがとうございます。バニラビーンズプロデュース会議 DVD というものなんですけれども、はい、
まあカテゴリーはドキュメンタリーということでね、うん、ミュージッククリップだけでなく、うん、めなちゃんのグルメレポートやりさのお買い物レポートなど、うん、いろいろ盛りだくさんでバニラビーンズがいっぱい詰まった、DVD になっていますので、ぜひ皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。そして、はい、11月23日には、プロデュース会議ファイナルが決定しております、うん。